こんにちは、ヤマハ CA の園田真也です。ヤマハアンプの魅力をお伝えしているこのビデオ第2回目は、アンプエディターと芯の作成方法についてご紹介します。 TXN は専用ソフトウェアアンプエディターを使ってコントロール、モニターをすることができます。アンプエディターはヤマハプロオーディオサイトから無償でダウンロードできます。では今回は PC と TXN を先に接続してから各設定を行います。まず TXN のデバイス ID を設定します。次にネットワークスイッチを介して PC と TXN の CAT5E ケーブルで接続します。PC の IP アドレスをあらかじめ固定アドレスに設定しておけば、アンプエディターを立ち上げるだけで TXN が自動認識されます。次にアンプエディターと2台の TXN をオンラインにします。今回は TXN にすでに入っているデータを吸い上げてみます。では IF3115 と IS1218 のシーンを作成してみましょう。アンプエディターには様々なスピーカーの推奨プロセッシング設定をプリセットしたライブラリデータが用意されています。まず1台目の TXN の A チャンネルに IF3115 用のデータをロードします。同様に残りの3チャンネル分のデータをロードします。この状態をシーンの3番に保存します。次に IF2115AS と IF2112AS のシーンを作成します。先ほどと同様、スピーカーに応じたライブラリデータをロードします。この状態をシーンの4番に保存します。ではアンプエディターからシーンを選択してみましょう。複数台の TXN のシーンを同時に変更できます。いかがでしたか？アンプエディターで TXN が簡単に制御できることがお分かりいただけたと思います。では次回のビデオでお会いしましょう。さようなら。